give love。はい、どうも、オチです。質問ご視聴誠にありがとうございます。もう今日もバタバタな時間、タイトなスケジュールということでね、移動中に回しております。今ね、お昼の12時かな、この家にたどり着くまでに撮って、次出かけるまでにアップするという、ここしかチャンスがないのでですね、まあ、今撮っています。はい、今先ほど発表会前最後の生徒のレッスンが終わりまして、無事に、全17名、8名ぐらいかな、こんなに自分の生徒だけでこれだけの数の生徒を送り出すのはもう初めてなんですよ。いやー、なので、まあもちろんね、その自分のこともそうですけど、まあ、みんなのね、面倒も見ながらというか、サポートもしながら、まあ、やらないといけないので、なおかつ出演者数、全体の出演者数も増えてますので、本当に過去最高に忙しい一日になるんじゃないかなと、まあ思ってます。はい、そうですね。で、ちょっとね、僕からお話というか、今回、まあこうやってね、その出る方、いらっしゃるわけなんですけど、初めて出る方が、まあ、いっぱいいらっしゃるわけですよ。でも半分近くぐらいが初めての方かもしれないです。かなりの初出場生徒がいらっしゃいます。で、この中のいくつかの人たちは、去年発表会を見に来てる人たちなんですよね。そう、お客として来た人が自分もやりたいということで、参加することに、まあ、なりました。やっぱり僕はとりあえずですね、もちろん出てほしいんですけど、本人がやっぱその自分でゴーサインを出さないと難しいかなと、まあ思ってます。っていう中で、とにかくきっかけを作るために自分としては、見に来てもらうようにしてるんですね。そう、そしたらやっぱり生のその演奏が聴ける、体感できるんですね。なので多分その見に行く時は、まさか翌年自分が出ると思って行かなかったと思うんですけど、でもやっぱりなんか思うところがあったから、今回、まあ、こういうことになったんだろうなって思うんですね。だから僕は連れて行ってよかったなって思っています。そして、まあ、何が言いたいかというと、今その気になっている人、結局出ようか出る前か迷って出なかった人もかなりいると思うんですね。で、そういう方々はよかったらまず見に来てほしいなと思います。まあ、今回は別にね、歌うとかいうことはしなくていいんですけど、見に来れば、まあ、中身が分かるわけですよね。どういうことをやっているのかっていうのがね、まあ、なのでそこをまあ見てもらって、一回体感してほしいなと思ってます。そしたら、まあ、皆さんのその気持ち、心が、まあ、変わるんじゃないかなって思うんですね。まあ、もうすでに見に来たいと言われている方たくさん、いらっしゃって、もう連絡、会場の場所とかをね、ご連絡はさせて、まあ、いただいているので、きっとこの子たちは来年出ると思います。うん、だから今迷っている人、まあ本当は出たかったけど今回やめちゃった人とかも、もしいらっしゃれば、とりあえず見に来てほしいなと思いますね。うん、そして、こんな楽しい世界があるのかというのを体験して、その上でね、来年を目指してもらえたら、まあ嬉しいなって本当思いますね。まあ今年その初めて出る子たちが本当に、まあそのなんて言うんでしょう、そういう気持ちになって多分1年過ごしたと思うんです。それだけにすごい感慨深い気持ちに、まあ、なりました。うん、でやっぱね、なんだろう、明日が、まあ、その夢にまで見た景色を、まあ、見ることができるわけじゃないですか。だからいい思い出を作ってもらいたいですね。まあ、僕としてはとりあえずその何でしょう、まあ、最大限のサポートをして皆さんを盛り上げたいなと思ってますので、もう僕は僕でね、もう本当にね、準備がね、まだ全然終わってません。
プラス翌日のライブも控えておりますので、まあそちらの方も並行しながらちょっとやっていこうと思ってますんで、実際今からね、あれなんですよ、発表会翌日のリハーサルが今からあります。もういろんなものが混在したまま、今日まで来たという感じで、あ、すいません、そうそう、まあ今のところはね、まあそういう感じで、やっておりますので、まあそうですね、こう頭が回ってないな、何話してたっけなそうそう、28、29とね、まあ、続いていきますので、まずはね、その体調崩せない、月曜日のね、もちとく見ていただいた方は分かると思うんですけど、死んでましたよね、うん、やっぱね、こう長くやってるとね、長期目線で調整をかけていくことができるわけですよ。しっかりね、戻しましたよ、私、ちゃんと元気になりました、はい、ありがとうございます、これでなんとか、乗り切れると思います。はい、あとはね、もう準備がとにかく間に合うか、 MC の準備とかが全然できてない、この人の時にはこういうこと喋ろうとか、もうシミュレーションが全くできてないので、ちょっとそこら辺が心配ではあります、はい、あとは衣装のタイミングで、どこで着替えてどこでやってとか、これもねちょっといまいち、まだ頭の中でシミュレートできてない、なのでここもちょっともう一回おさらいしながら、どのタイミングで着替えていくのかとかもね、ちょっと見ていきたいなと、いやでね、あ、そうそう、天気がね、ずいぶん持ち直してくれて、本当ここ数日間ずっと雨って言われてたんですけど、どうやらその問題は大丈夫のようです。これは本当に良かった。本当に良かった。あとはね、その仕込みがどれだけうまく、仕込みっていうのもどうかなって感じですけど。ね、それがどこまでうまくいくかにかかってるかなと思います、はい、まあ、頑張りますよ、うん、あ、で、ちょ、何が言いたいかというと、現在福岡そして佐賀にお住まいの方々、明日28日1日どっかの時間で結構です、空いてる方いらっしゃいましたらぜひ遊びに来ていただきたいという話をしたかったんですよ。そう、入場無料、観覧無料です、お金かかりません、駐車場もいっぱいあります、なので好きな時に見に来ていただいて、ちょっとでも、歌を聴いて書いていただけると面白いかなと思いますので、ぜひ、遊びにいらしてください。はい、僕からもう言いたいことは以上です。あれから1年早かったね、でももう明日で終わりです。皆さん、今これを見てる全生徒の皆さん、出場生徒の皆さん、明日は楽しみましょうということで、本日の動画は以上となります。あ、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そう、だから明日はね、配信ライブがありません、すいません、配信ライブありませんが、ご了承いただければと思います。会場で、現地で楽しんでください、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。明日の発表会の主役はもちろんあなたです。Yeah.